和島市は石川県北部に位置する市、能登半島北部の奥能登の中核となる市で、和島塗りや朝市並びに五人女大湖で全国的に有名である。和島港周辺の空中写真、2010年撮影、国土交通省国土画像情報をもとに作成。和島市は古くから港町として知られている。中世には水戸7、港という日本を代表する港の一つとなり、 北前船の寄港地とされた、室町時代には、国人のぬくい市が剣道場を築城し、戦国時代に入ると、ぬくい市の城下町として栄えた。市長選挙、編集第4回和島市長選挙2018年3月11日、執行投票率69.92第3回、和島市長選挙2014年3月9日告示。 無投票第2回和島市長選挙2010年3月14日、執行投票率78.3%第1回、和島市長選挙2006年3月19日、執行投票率64.4%、和島市役所市所、出張所委員会、編集常任委員会特別委員会、その他市議会議員選挙、編集和島市では、和島塗や朝市といった豊富な観光資源により、 県内外を問わず一年を通して多くの観光客が訪れており、観光関連の産業が盛んである。浅市通りをはじめ市内各地には、漆器店、土産物店、飲食店、宿泊施設などが多く立ち並んでいる。また東海北陸道の全線開通により、中京方面からの観光客が、能登半島地震前の1.4倍になるなど、飛躍的に増加している。 2014年1月1日現在、朝市の休業は、毎月第2、第4水曜日と1月1から1月3日である。輪島塗り詳細は、輪島塗りを参照この他伝統工芸輪島塗りが全国的にも有名である。輪島塗りは、職人や技術者による手作業の工程を、幾重にも繰り返され完成するが、木材加工から漆器製造。 販売に至るまでこれらの関連産業に従事するものも多い。漁業も盛んであり、暖流と寒流が交わる沖合の天然昇の工業場により一年を通じ、豊富な魚介類の水揚げに恵まれ、和島港の水揚げ高は県内一となっている。和島港は冬場にはズワイガニの水揚げ量も県内一であり、さらにこのズワイガニの水揚げ量は、 日本海側の港の中でも有数のものとなっていて、陶器の貴重な観光資源ともなっており、このために遠く関東、関西からも観光客が訪れている。天然フグの水揚げが2015年度は440トンで日本一となっており、輪島フグとして商標登録されている。輪島の雨は日本海のアワビやサザエ、 海藻などを伝統的な素潜りの形態で取る漁を行うが、1990年から1991年のピークには7、8、9の3ヶ月で、アワビ約40トン、サザエ約280トンの漁獲があった。また、輪島の現役アマの数は10代から70代までの200人ほどになっており、一地域のアマの数としては、世界一となっている。平成26年6月、 石川県無形民族文化財に指定された。港湾、編集避難港漁港、林空産業団地、能登空港開港沖に、輪島市南部の空港隣接地に新たに造成された。空港に隣接して、奥能登各地より遠距離にあり、なおかつ、鈴道路沿いにある利便性により現在のところ、こちらに本社を完全移転した企業を含む、数社が事業の拠点を構えている。 詳細は、ヘグラ島を参照和島港の北方約50キロの海上に浮かぶ日本海の古島で、和島市天町に所属する。詳細は、七津島を参照和島港の北方、約25キロの海上に浮かぶ無人島である。和島警察署級穴水警察署、管轄専門学校、編集高等学校、編集廃校は、石川県高等学校の廃校一覧を、 参照中学校、編集廃校は、石川県中学校の廃校一覧を、参照小,小学校、編集廃校は、石川県小学校の廃校一覧を、参照図書館、編集社会教育施設、編集体育施設、編集技術伝承者養成、調査研究施設、編集テレビラジオ新聞ケーブルテレビ、のと空港ターミナルビル市内に、鉄道路線はなく、 JTB 時刻表によると、輪島駅前バス停が中心駅の扱いとなっている。最寄り駅は穴水駅。1935年より、国鉄 JR 西日本の都鉄道七尾線が通っていたが、2001年4月1日道線が区間配線されたために、穴水以北ののと三井、のと市の瀬お及び輪島の3駅が廃止された。しかし、輪島駅は保存され、 改修の後に、道の駅、輪島、フラット、こ夢の名で、観光の拠点として生まれ変わった。継承地史跡、旧跡重要伝統的、建造物群保存地区重要文化的景観、その他日本遺産、明かり舞う半島の殿との祭りは、キリコ、または、ササグ島と呼ばれる、高さ数メートルの巨大な灯籠を使うことが、特徴ほか、門前、三井、馴染み、 町の各地区ごとのイベントなど多数、通年、輪島切子会館、長い号記念館輪島ドラマ記念館工芸品、海産物など料理、歌詞映画ドラマ文学作品歌謡曲政治、官僚工芸文化スポーツその他、ありがとうございます。